千田明は、日本の歯科医師、歯学者、愛知学院大学歯学部保存修復学講座教授、接着歯学、レーザー歯学、神秘歯学の分野で知られる。1973年に、愛知学院大学歯学部卒業、囲碁堂大学歯科保存学、第一講座にて、助手、講師を務め、1995年より、同講座教授。1983年に、 愛知学院大学より、私学博士号を得る。論文名は、印象の変形に関する研究、ホログラフィーの応用。AB、私学研究者、名刊2005年版監修日本史会学会、高校保健協会、東京都都島区、2005年3月30日、第一版第1冊、241ページ。ISBN4 から896052099。89 ABCDE センダーキラ研究者 J グローバル科学技術振興機構2011年4月29日閲覧遠隔愛知学院大学私学部保存修復学講座2011年4月29日閲覧博士論文書誌データベース特定非営利活動法人日本史家保存学会役員日本史家保存学会 2011年4月29日閲覧。2008年129回周期学術大会。日本歯科保存学会。2011年4月29日閲覧。専門医研修施設。日本歯科保存学会。2011年4月29日閲覧。専門医名簿投会。日本歯科保存学会。2011年4月29日閲覧。役員構成。 日本歯科心理学会。2011年4月29日閲覧。ABCDEFGH 講座教授。愛知学院大学歯学部保存修復学講座。2011年4月29日閲覧。日本接着歯学会役員一覧。日本接着歯学会。2011年4月29日閲覧。学術大会開催一覧。日本接着歯学会。 2011年4月29日閲覧。日本レーザー史学会役員名簿。日本レーザー史学会。2011年4月29日閲覧。第22回日本レーザー史学会総会。学術大会。2011年4月30日閲覧。日本史科学教育学会。日本史科学教育学会。2011年4月29日閲覧。 ありがとうございます。